日本の借金について、国債が1000兆円になるということなんですが、実際この先日本はどうなんだろうなと思いました。大半が日本人から借金しているので別に問題ないという意見があったり、藤巻藤代っていうんでしょうか、なんか巻がやたらと入っている人は日本はダメだというか、その経済破綻するというようなことを言っているんですけども、この借金は本当に何とかしなければいけないのになと思ってます。具体的にどうするのか、誰も本当にこの借金が日本が潰れるということは誰も本気で考えていないので、だんだん借金が大きくなってきたのかなと思いました。こういうふうに借金が大きくならないようにするためにはどうしたらいいのかというのが全く想像つかないのです。今の政治家は国が借金していても満額金をもらっていますが、これはどうなんだろうなと思いましたが、あと昔の政治家、長く政治家やってる人が塩爺とか言っていましたが、なんだろうな、塩谷というんでしょうか、塩、なんだろう、名前忘れてしまいました。塩爺と言ってる人がいるんですが、平気でテレビで今の政治をどうこう評価してるんですが、結局政治になって何十年間も金を満額もらっていて、それを国が借金赤字が出しているのにそれを返さないというのはなんかおかしいなと思いました。全く自分のせいじゃなくて全く関係ないような口調なのか驚いたんです。本当にどうなってしまうのか。モーニングサテライトのモーニングサテライトなどにたまに1ヶ月、まあ2週間に1回か1ヶ月に1回ぐらい出る、堀子キャピタルなんとか、堀子キャピタルアゲインっていうのか、堀子キャピタルの、堀子秀治さんがいるんですが、秀治というのは英語の A に、司法の司法という字の司るという字なんでしょうか。で、それで堀子秀治と読むんですが、その人が言うには、例えば国債を日銀が買えば、その分、借金が減るというようなことを言っていました。コインブログとかで、堀子秀治さんのブログなどで、コインの裏が出ても表が出ても日本人の勝ちというようなことを言っているんですが、ただそれとあと日銀がその国債を買うとインフレになる、インフレ、今その2010年10月現在でデフレなんですけども、デフレというのはお金の価値が上がって物が安くなるということなんですけども、物が安くなる、ただそれはすぐにお札の枚数をすればお札の価値というのはすぐ下げられそうな感じがするんですけども、どうなのかなと思いました。お札をすればすぐお札をすれば物の値段というのは上がると思うので、インフレの方がかえってお札の価値が下がることなんですけども、そのインフレというのはすぐ簡単になりやすいのに、デフレがなかなか脱却できないというのがおかしいなと思いました。それだけお札をすれば済むだけの話じゃないのかなと思うんですけども、一回ここで聞いたいと思いますが。